どうもこんにちは、リュウボンです。フィールドスノー、続きの方やっていきます。前回ね、ゴブリンの、本拠地、まあキャンプだなから、無事ね荷物を取り返すことができて、そして、今からジョーにね、ジョーが発注したもの、注文したものが、注文したものをキャラバン、つまり売人、まあ商人だね、商人がそれを運んでたんだけど、それをねゴブリンが襲って、でパクったと。それを取り返してきたっていうところだね。その前にスキルやりましょうか、進める前に。これすげえ強いわ。これどこに書いてあるの、コンカッション。あ、コンカッションって気絶って意味だね。そういえばこれはワインドブレード can be used 3 times in a row。3回一気に3回使えるってこと。なんかやばいこのゲーム、いや、いいよ、うん、素晴らしいよ。 My sweets, I'm so grateful to you. Did you manage to find out something? Yes, I did. But it's not a safe journey.You have to find... 何これ、トゥドルフ。ん、あ、トゥドルフって名前か。ね、T がキャピタル。トゥドルフ in the cave of ringing wine. ケイブ？マジで？洞窟？もう行くの？あそこ。But how I will know to who that is? Look for the dwarf with a long beard.You recognize him at once. ドワーフ。 And wrap up to keep yourself warm. 上だ。ね。あったかくしてけって言ったでしょ。Something in the cave exudes. ちょっと待って、もう本当にさ、知らない単語すごいいっぱい出てくんね。まあ、俺は勉強になるなーって思ってね、やってるけどさ。エクスデス？ちゃうわ、アホ。エクスデス。あ、テルゴーコード。めっちゃ寒いで。Even we cannot move normally there. 我々も普通に動けないとは。行ってこいってことだろ。Find Tudolf in the cave. トゥドルフはやつだな。あんなとこに。ほら、一回行ってんじゃん、ここね。こういうことするなって話なんだけどね。もう、見てこの、ひどい。ダメだよ、こういうゲームの仕方は、全然ダメ。しちゃダメ。楽しみがね、なくなるから。ちなみに、ゴブリの毛皮は、どのぐらいで売れるんだろうね。いくらで。これはプライス20。高っ。エスキモンは10。おー、これ60だって。80だって。え、なんかさ、ちょっと待って。に対して。ラージキャンディー500。いや、結構簡単にね、生産できる気がするよ。でね、すぐそこにね、肉がいるので。肉。食べたくなるよりケンタッキー。反撃をもらわずに、なんとか倒せるようになってきたね。最高にクソ楽しいっす。ああ、もうね、そういうね、下品な子供遣いをしちゃうほど、楽しい。これいいよ、ほんと、これ。この回復花畑。ちょっと若干はこの辺の木がね、みっともないけど。ああ、このね、見えなくなるのもダメだね。家のね、影に隠れて。よくない。イェーイ、我が家よ。そして、拾ったものは、ここにどんどんね、貯めていきましょう。さ、覚えてるかな？まあ、肉がね、肉をこの中に入れていくってことは、ほぼないと思うな。ほぼね。うん、すげえ、エスキモはもう10個溜まってるよ。ここだな、モンスターの。これもね、ボーンクロス。
で、あったかくしてけっつってからそろそろね、ちょっと、この、ワーム装備これね、この辺。布3つ。で、布はここで作れるので、一旦、あ、9個も必要なんだ。ちょっとこれあれだね。雪男探し祭りやね。きついよ。いねえんだもん、だって決まった場所に。まあ決まったもん、まあ、みんな大体決まった場所にいないけど。雪男つらいな。この辺とかよくいるんだけどな。まあ偶然なんだろうね。完全に全部、なんかランダムスポーン。まあ、ある程度は決まってると思うけどね。ねえ、だってあの、この辺にさ、もう最終盤クラスのさ、ねえ、モンスターが現れたら、イチコロじゃん、その。オープンワールドゲーにはよくそういうのあるけどね。それでも、でもやっぱりね、そういうのが住んでる、生息している地域っていうのはさ、まあ、ある程度はね、決まってんだけど、ただもっと詳細で決まってほしいな。この南部とかさ、北部とかさ、この先行ってないね。なんかあるかな。まあないだろうね。ないよ。そういうゲームじゃねえから。あっ、こいつらもう楽勝かな。こいつらがな。おお、どうした。ちょっとね、回復してくれ。で、まだ回復してない。OK。そして、ポイントは、こいつらをまとめて、気絶。これっすよ。経験値美味しい。美味しかったか?OK、OK。楽勝だね。まあ、最初、ボッコボコ食らったけどさ。このマナじゃねえや、コンカッションアタック、クラッシュ、名前ちゃんとしたの覚えよう。コンカッションブローだね。ブローだよ、名前。超かっけ。コンカッションブローね。こう、いかにね、複数人数に当てていくかって。そこはキーだね。で、ちょっと俺思ったんだけどさ、なんか勝てる気が、もうどんどん勝ってるからさ。あ、痛い。うそ。よし、あれ、くそ、気絶すんなよ、そこで。コンカッションブローで死んだっていうね。一番くだらないパターン。だから最初に入れるんだよね。だから、ちょっとこの後、狼男いるんで、マナーが全部回復してくんで、あ、した。たまたま。タイミング的にはバッチリだった。ちょっと、あれだね、狼男を倒してみたいね。前回ほら、逃げ惑ったじゃん、みっともなく。だからさ、来たか、ナイトメア。まあいいや。こいつらをちょっと。でもいいよね、マナがさ、自動回復するっていうのは、すごくいい仕様だなと思った。ね、だって2回しか使えないなんてさ、回復しないと。薬で。そんなん嫌じゃん。突っかかるのよ。ほら。経験値はまだまだだよな。そろそろでかいの出てくんじゃないか。使うぞ、俺は。コンカッションブロー。コンカッションブロー、ちょっとあれだよね。長くない?なんか、もうもっとさ。なんか、でもさ、外国人がつける必殺技の名前ってなんか、長い。くっそ。イエーイ。楽しいわ。目だけもらっていくね。よし。ピチャ。いいね、いいね。ただ、俺毎回これ思っ、ね、この時間帯になってね。思ってたんだけど、暗いよね。いた!やるぞ、今日は。
うっす。しかも、ガードすんで、痛いけど、いける？あー、2匹来たか。うぜえな。ダメだな、これは。くっそー。2匹かー、そっかー。やべ。罠が足んないと。そして。しゅん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 。うぅ、死んだ。強い。っていうかね、やっぱ、ああ、もう遅いよ、エスキモ。あれ、なんでこんな外から。ああ、ベッドが端っこにあるからか。なんか嫌だね、それ。ちょっと待ってね。オッケー。で、飯は大丈夫か。まあ、いや、とりあえず、デスルーラーと思ってね。デスルーラーってわかる？まあ、あれだ、死んで、目的地に、例えば、死んだらね、俺は今家に自宅にね、リスポーンしたけど、遠くに行ってしまった時にもう死んだ方が早いっつってわざと死んで、でこうやってリスポーン地点に行くことをね、死んでドラクエのルーラね、ルーラすることでデスルーラっていうんだよね。まあかなり一般的な用語だけど、あんまりほらゲーマーばっかりじゃないからね、こういう動画見てくれてる人。たまにね、そういうのを解説しながらね、進めないとね、デスルーラ、何言ってんのこいつみたいなのになっちゃうから。あ、3つ。あれ待てよ。作るよね。だって9個あったもんね。よし。イェーイ！これで、体温。あれあー、そうか。帽子は被って欲しかったなぁ、絵的に。っていうかさ、それはわがままだよね。うるせえって感じだよね。よしよしよし。いいじゃん、いいじゃん。で、これで、他にも多分、ハット、ワームなんとか、あ、ハットだけか、あったかいのは。もうこれだけでいいんだ。ね。あ、じゃあもういけんだね、これで。いいじゃん。よし。じゃあ次回ね、洞窟の方、探検していきましょう。楽しみだな。それでは、最後までご視聴の方、ありがとうございました。またな。